ブリストルはイギリス海軍の防護巡洋艦。ブリストル級防護巡洋艦の一隻、艦名はブリストルにちなむ。その名を持つ艦としては5隻目。ブリストルは1909年3月にジョン・ブラウン社のクライドバンク像戦所で寄港し、1910年2月23日に浸水した。1914年に第一次世界大戦が勃発した時、ブリストルは 西インド諸島で活動中であった。ブリストルは、カナダ巡洋艦内予備の戦護衛を支援するよう命じられて北上したが、その途中の8月6日に、イギリス巡洋艦サフォークがドイツ巡洋艦カールスルーエに遭遇。ブリストルはその北に位置していたため、北へ逃走し、サフォークを振り切ったカールスルーエと同日の日没後に遭遇した。 両艦は砲戦を行ったが共に命中弾は得られず、カールスルーエは南東へ逃走。ブリストルは追跡したがカールスルーエを見失った。ブリストルは第一次世界大戦で戦闘活動を行った最初のイギリス艦艇であった。1914年12月初めにブリストルはマクシミリアン・フォン・シュペイ帝徳率いる艦隊とコロネル沖海戦で戦った。 12月8日に、スタンリーで燃料を補給していたため、フォークランド沖海戦では、本体との合流に2時間遅れることとなった。その代わりに2隻の旧短艦に攻撃を行っている。その後、ブリストルは、地中海で活動し、1916年には、イタリア軍指揮下のアドリア艦隊に加わり、1917年7月の、オトラント海峡海戦では、 オーストリア・ハンガリー帝国海軍の巡洋艦と交戦した。終戦時には南アメリカの沖合で活動していた。ブリストルは1921年5月9日にコーンウォール州ヘールのウォード社にスクラップとして売却された。ありがとうございます。